マリサだぜ。霊夢です。暑いわね。マリサ、ああ、まだ6月だってのにもう40度近い気温だなんて。マリサ、なんか涼しくなるような話してよ。な、急に言われても。それなら、トンネル駅について解説しようか。トンネル駅？その名の通り、トンネル内にホームがある駅だぜ。地下鉄以外にもトンネル駅は各地にあるんだぜ。いいわね。これなら少しは涼しくなりそうだし、早く始めようぜ。ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは湯西川温泉駅だ。栃木県日光市にある野岩鉄道会津鬼怒川線の駅だぜ。会津鬼怒川線は新藤原から会津高原尾瀬口までを結ぶ路線で、山あいを走り、沿線には温泉の名前がついた駅が多く存在するぜ。温泉街が多いのね。と入っても、温泉地からは 12km ほど離れてるけどな。あれま、残念。そんな湯西川温泉駅は、1986年に開業し、活老山トンネルの中にホームがあり、駅のすぐ北には、湯西川を渡る湯西川橋梁が架けられてるぜ。トンネルと橋っていうのは興味がそそられるわね。ホームには階段だけでなく、エレベーターも設置されていて移動しやすく、駅舎には観光物産施設が併設され、直近には日光国立公園に指定されたイカリコがあり、温泉地へもバスでアクセスできるぜ。おお、ぜひ訪れてみたい。野岩鉄道は東武鉄道と直通運転を行っており、東武特急リバティアイズもこの駅に停車するので、日帰りで訪れることができるぜ。都心からアクセスしやすいのはアドバンテージが高いわね。気になった方はぜひ一度訪れてみてくれ。二つ目は三差島駅だ。新潟県十日町市にある北越急行北北線の駅だ。北北線は首都圏と北陸を結ぶ路線として、1997年に六日町と西潟間で開業した路線で、2015年に長野から金沢まで北陸新幹線が開通するまでその役割を担ったぜ。北陸新幹線延伸前はよく利用してたわね。そんな北北線の三差島駅は、全線開通した1997年に開業し、魚沼丘陵駅から新座駅間までまたがる、全長14,472メートルの赤倉トンネルの地下 10.1メートルに設置され、地上駅舎の周辺には数軒の民家が広がる、のどかな地域だぜ。一番の特徴は、ホームと地下通路を隔てる防風扉だな。随分物々しい雰囲気ね。実は最初からこの鉄皮だったわけではなく、初めは手動扉だったんだぜ。それは初耳ね。北北線にはかつて、特急白鷹が運行されていて、当時、国内最速の 160km で運転してたんだが、営業運転開始前の1996年に、試験列車が時速 140km で通過したところ、なんと、風速 24m という、台風並みの暴風を記録したんだぜ。あっという間に吹き飛ばされちゃうわよ。その後、1997年7月に、防風扉を開けた状態での通過実験をしたところ、なんと、駅舎内の待合室の窓ガラスが粉砕してしまったんだ。へぇ、怖い。このような経緯から、三差島駅にはホームと地上通路の2箇所に防風扉が設置されたんだぜ。現在、特急白鷹は廃止されたが、超快速スノーラビットなどの快速列車が、引き続き通過運転を行うので、ホーム上で列車を待つことはできないぜ。さらに、防犯カメラでホームを遠隔監視しているので、列車を降りてホームに居続けることもできないぜ。列車から降りたら、直ちに移動しないとダメね。訪れる際は、ぜひ地上待合室を利用してくれ。畳敷きで座布団もあり、お茶を飲むためのポットやグラスが備えられてるからな。三つ目は筒井市駅だ。直江津から市振まで運行する、越後ときめき鉄道日本海汽水ラインの駅で、今回紹介する駅の中で、最も歴史があるぜ。そんなに古い駅なの？ああ、今は第三セクター路線となってるが、もともとは、直江津から米原まで走る北陸本線の駅で、1912年の開業なんだぜ。すでに100年以上の歴史があるのね。現在の形になったのは1969年で、今回紹介するトンネル駅では唯一の上下線ともにトンネルにホームがあるんだぜ。先に紹介した3つの駅は単線だったからね。
そんな津久井市駅は、新潟県糸魚川市の能駅から上越市の灘地駅までにかかる、全長11,353メートルの区引きトンネル内にあり、上下線で互い違いにずらした形態となってるぜ。地上駅舎から車高を利用して下り、途中でそれぞれのホームへ分岐しており、下り糸魚川方面へは、階段290段、176メートル、上り直江津方面へは階段280段、212メートルあるぜ。階段は下りが多く、距離は上りが遠いのね。そして通路とホームとの間には、頑丈な引き戸があり、この扉を開けてホームへ出るぜ。先の三佐島駅と似たようなものね。現在は貨物列車ぐらいだが、かつては多くの特急列車が通過していたこともあり、その際に生じる、非常に強い風圧から身を守るため、この扉で遮断されてるぜ。ホームに出る際には気をつけてね。そんな津久井市駅周辺は、数軒の民家が点在してるが、しばらく歩くと集落があり、また、日本海を見渡せる場所もあるので、時間があれば、周辺の散策もしてみてくれ。四つ目は指添駅だ。高崎から宮内までを結ぶ、JR 上越線の駅で、群馬県利根郡みなかみ町にあるぜ。初めて聞く駅ね。お隣がかなり有名で、隠れちゃってるからな。そんな指添駅は、1931年に開業したが、1967年に当駅から土樽駅まで新清水トンネルが開通し、現在の駅に移転したぜ。トンネル建設で駅の移転は、先の津久井市駅と同じね。指添駅の駅舎は現在、打ち放しのコンクリートとシンプルなものだが、以前はスキーロッジ風のデザインとなっていて、シャンデリア風の照明が吊るされたコンコース、コインロッカーや出札、手荷物窓口、待合室などがあったぜ。随分と寂しくなったわね。ホームは上下線別となっており、上り高崎方面は地上駅となっており、上り線は、駅のすぐ近くがループ線になっており、上りホームからは、ループ線の一部や下り線のトンネル入り口が見ることができるぜ。上りホームも写真映えしそうね。そしてメインのトンネル駅は、下り新潟方面のホームで、トンネルに入ってすぐに設けられており、駅舎とは地下通路で結ばれてるが、階段はないぜ。ホームは照明が多いのか、意外と明るいぜ。階段がないのは助かるわね。やっぱり、前二つの駅みたいに扉があるの？いや、こちらにはないみたいだな。先の駅がいかに危ないかと感じたわ。そんな指添駅の周辺も、やはりあまり建物はないが、少し歩くと、みなかみ温泉郷の一つ、指添温泉があるので、ぜひ訪れてみてくれ、となると、最後に紹介するのは、ああ、もちろんあの駅だぜ。満を持して鳥を務めるのはこちら、土合駅だぜ。待ってましたー。先に紹介した指添駅のお隣で、群馬県利根郡みなかみ町にある、JR 上越線の駅で、実は群馬県最北の駅なんだぜ。歴史も似たもので、1931年開業、1967年に新清水トンネル開通で、現在の形となったぜ。そんな土合駅の特徴はやはり、上下線のホーム差が大きいことで、上り高崎方面が地上駅に対し、下り新潟方面は、地下70メートルの地下駅で、地上と地下ホームの高低差は81メートルにもなるぜ。これまで紹介してきた駅と比べても、圧倒的に深いわね。下りホームへ降りるには、一直線に伸びる462段、長さ338メートルの階段と、143メートルある連絡通路24段の階段で、計486段、長さ481メートルの移動を要するぜ。数字にしてもすごいけど、実際に写真で見ると圧巻ね。この下り階段の横に、不思議なスペースがあるんだが、実は、エスカレーター設置のためなんだが、現在に至るまで動きがないぜ。エスカレーターなんて無粋よ。この険しい階段を越えた先に絶景が待ってるのよ。おう、そうだな。そして、462段の階段を降りて着いた下りホーム、以前はもっと手前にあったんだが、2008年に改良工事が行われ、移設されたぜ。以前のホームの方が広く感じるわね。さて、地下駅が注目されがちな土合駅だが、駅周辺も見どころがあるぜ。他の駅と同じように、民家はあまりなそうだけど、
土合駅は、日本百名山の一つ、谷川岳の山間部にあり、登山口があることから、シーズンには登山客で賑わうぜ。さらに、2020年8月に、JR 東日本が運営する、喫茶モグラ、11月にグランピング施設、ドアイビレッジが開業し、駅舎で宿泊ができるようになったぜ。駅周辺だけでなく、駅舎そのものを観光地化するとは、JR 東日本の力の入れようを思い知ったぜ。最後に補足として、2017年には、連絡通路を含めたあの階段通路が、日本の歴史的建造物のうち、土木構造物の保存に資するとして、社団法人土木学会によって、土木遺産に認定されたぜ。これからも末永く、守っていってほしいわね。以上で、トンネル駅5選の紹介を終えるぜ。土合駅の存在感が強いけど、他の駅も魅力的だったわね。ああ、もうすぐ夏休みだし、青春18切符も発売されてるから、ぜひ、今回紹介したトンネル駅を訪れてみてくれ。流行り病には十分気をつけてね。このチャンネルでは、こういった鉄道雑学の解説や、走行動画を公開しているから、チャンネル登録、よろしくな。この動画の評価やシェアもよろしくね。それでは、ここまでご視聴、ありがとうございました。